トラコ、よし、ベラヒーノ、さあ裏来たベラヒーノ、よしよし、さあ中、前田、マリーノ、さあアフメドフ、アフメドフがクロス入ってきて、アフメドフは上がってきて、さあ中。はい、どうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回ですけど、コパ・ドゥ・ブラジル、準々決勝、ファーストレグ、フラメンゴ戦、そして同じくセカンドレグ、フラメンゴ戦やっていきたいと思います。はい、前回ね、シャブコインスになんとか、ファーストレグとセカンドレグの合計ね、5対2で勝ちました。やっぱり、クイアバどんどん良くなってるね、ほんとね。この、今シーズン入ってからですね、この2029年か、9年入ってから良くなってるから、これを次のフラメンゴ戦に出せるかどうかですね。フラメンゴ一応強いんでね、この南米の中でも、もう一部でもトップクラス争うね、実力ですから、これ勝てれば、まあ、インターナショナルでもできる可能性あるかもしれないからね。準決決勝とね、全然いける可能性あるんで、そこを目指していきましょう。で、今回に関しては、難易度1個上げます。前回ね、本当に結構楽に勝てちゃったので、ちょっとそれをやりたくないので、スーパースターにあげます。さあ、今日のスタメンですが、パパジャンがダメか。じゃあ、マリーの右にしてコスタだな。やっぱコスタを入れた方がチームスピリット上がるな。今日はいつもとも変わらないメンバーですね、これは。みんなだんだん伸びてるからね、これ、各個人ね。このブラジルカップ通して。これはもう、多分フラメンゴ出れば全然伸びるからね。フラメンゴは今日は、リンコン、ジョルジアンでアラスカエタね。で、センターバック、ポネーラとね、ボネーラとファンがいるからな。ここだな、ここ突破できるからね。スーパースターだからね、今回。で、バルトラ今日リンコンにつけるけど、バルトラ一発でかわされる可能性あるからね。まあ、まず本当もう今日は絶対攻撃、あっちの方が絶対ゲーム作られるから、確実にね。まあ、そこをどう、バルトラとね、このディアロが抑えるからね、ここが鍵になってくる。はい、ということでやっていきましょう。フラメンゴ戦です。勝てばベスト4。さあ、フラメンゴ戦です。スーパースターのフラメンゴだからね、今日が一番厳しいと思うよ。負ける確率は多分確率に上がると思うけど、まあ、これで勝てれば本当成長につながりますから、まずはファーストレグ無失点でいこう。無失点で阿部戦に全部出す感じでもいいから、さあやっていこう。フラメンゴです。まあ、トッププレーとそんな大した差はないんで、もう QPR の時にね、スーパースターで3でやってるからね、そこは大丈夫だと思うけど、こうやってずれるんだわ。ドリブル、ベラヒーノ、ナイス。トラコ、よし、ベラヒーノ、さあ、裏来た、ベラヒーノ、よし、よし、さあ、中、前田、シュート、失敗だ。いや、低いボールでよかったね、今、よかったっすよね、このベラヒーノ入ってから。ここでベラヒーノ抜けて、これもうグランダだったね。グランダだったら前田決めれたんですけど、いやでもここで決めなきゃダメだ。これのコスター、さあコスターから裏来て、危ない、さあ危ない、シュートが来て危ない。いやー今の危ない、本当にこの裏だよね、一発。こっからの誰だこれ、リンコンか。いやリンコン怖いわ。裏は来ない、タナソン取れる、取れる、タナソン、タナソンからクロス入ってきて、危ない、ヘリンコンシュート、いい感じでできてるからね。さあフメドフが前田、前田、マリーノ、さあアフメドフ、アフメドフがクロス入ってきて、右サイドシュート、シューベラヒーノ、マリーノからアフメドフ、アフメドフここ入れて、前田ここでキープできた。そしてこのマリーノからアフメドフクロス、ベラヒーノー決めてくれ。オッケー、0-0っすね。まあ互角だね、ほんとね。やっぱりだんだん強くなってるから、この試合重ねごとに全然いけると思うんだよね。後半フマサと回せる調子いいから、途中で入れてもいいかもね。アフメドフ、アフメドフ、よし取った、アフメドフ取った、素晴らしい、素晴らしい読みだ。さあアフメドフの突破、右サイド、スピードワールアフメドフ、さあそう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 、上げてきた、アフメドフ、アフメドフは上がってきて、さあ中、よしよし、いやー勝てんか。それで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 、さあロングボール蹴ってきて、バルトラのとこ、オッケー。いやー裏くる、裏くる、シュート、危ない。さあ今日入れようか、どうしよう、前田を変えましょう。前田変えて、カイセル入れて、で右サイドフマサ入れます。カイセル前回消えましたからね、本当ね、彼がいなかったらこのね、ベスト8でも行けてなかったから、今日はこれで行くしかないの。もうジャイソン調子悪いから。さあここから前田か、前田のヒリックか、惜しい、よし OK よ。こっからコスタ、コスタから、さあ前田のとこ、前田裏来た、惜しい、おー、あれ1本取ればな、惜しいんだよな。コーナー危ない、クロス入ってきて、よし、トラコ行こう、トラコ行こう、そう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 、よしよし、ベラヒーノ、ベラヒーノ行け、よしよしよし、ベラヒーノ行け、よし、ベラヒーノのスピード、スピード、よしよし、勝ってる勝ってる勝ってる、ベラヒーノ勝ってるが、おい、お前マジねえよそれは。お前ボネーラてめえ、ボネーラ何切れてんのおめえは、お前がやってきたんだろう、何切れてんの、逆切れしてんねん。これはないっすよね、さすがに。これレッドでもおかしくないよこれ。さあタナソン、タナソン、よし、タナソン取った取った、タナソン取った、よしよし、タナソンからしやれたいね。ファーストレガー 0-0 です。まあいいでしょ、これはアウェイ点取られなかったからね。いや今日は本当80点あげたいね今日は。まあ、シュート打てなかったけど確実にいい試合できた。なのでこれセカンドレガーも続けていこう。マリーノ、あー危ない、さあ来たか、中閉める、中閉めろ、いやーそこくジェルソン、ジェルソンから危ない、
さあ0-0と他の試合の結果はサンパウロが0-0 クルゼイロは1-0勝ったと、インテルナショナルが2-0ということでね、まあインテルナショナルですね勝ったら、インテルナショナルとやりてえなこれは、まあ、まずフラメンゴですよね、まあ、そんなこと話してる場合じゃないから、ね、全然ね、まあ、次のフラメンゴ戦勝つことですよこれは。さあセカンドレグです、これ勝たなければいけないが、前田がゼフ長か、まだスパサブとかついてないもんな。まあ今日ちょっと回数入れよう、これはしゃあないから回数入れます。回数も前回ね終了間際にいいね抜け出しあったから、あのファール取られたシーンね、あれなんかを出してくれば全然いいっすよ。まあ今日は回数とねベラヒーノですけど、ここがどう機能するからね、このセカンドレグで。あれセンターバック変えてきてんね、ファンだったけどトゥーレルっていうセンターバックになってますね。トゥーレルか、まあでも強いことは変わりないからな。今日はエンヒキとジェイゴですよね、エンヒキとジェイゴが今日先発ということで、いやこのアタッカーたちがちょっと覚醒してきたら怖いね、ほんとね。大丈夫でしょう、多分パパちゃんとゼムラルが止められるはずですよ。じゃバルトラム絶好調なんでいけるはずでしょう。ということでセカンドレグやっていきましょうか。勝てばベスト4です、ベスト4だからね。さあフラメンゴのホームですね、今日はフラメンゴのサポーター熱狂的やからね、ちょっともう完全ホームですよ今日は。この中で勝てれば本当本物だと思うけどね今日は。さあクイヤマのサポーターもアウェイから駆けつけております、アウェイでもね。そうやっていこう、今日勝てればまた違うよ、クイヤマのレベルが一段階上がりますよ今日は。アフメドフのトース突破、さあここだ、クロス入ってきて危ない、中シュート、中村ナイス、おー中村素晴らしい。回数をここでキープして、よし、アフメドフ、ナイス、アフメドフ、さあ、ここで、アフメドフ、さあ、ナイス、ライター、アフメドフ、右足、シュート、おーしゅー、いいカウンターだった、今のいいカウンターだったね、カイセロから、ここ、持ってって、アフメドフ、まあ、開いたの、これ、いや、裏でもよかったね、ここ、左で、右誰か走ってたな、惜しいな、さあ、タナソンのとこ、一発誰かに入れば、タナソンのボールは、アフメドフか、惜しい、まだあるよ、カイセロから、モスケラ打て、右足のシュート、惜しい、アフメドフから、オッケー、さあジエゴ、タナソン、あー来るか、エンヒキが前へ、たシュート、危ない、ナイス、ここさあ行きたい、マリーノのとこ、マリーノの突破か、さあ開いた、よし返せろ、中、うわー、いやー引っかかったな今トラコン守備、さあに入ってきて危ない、さあ中入ってきて、ジエゴの右足、さあベラヒーノからマリーノ、いやーダメか、さあここトラコ下がってこい、マリーノ、あー危ない、さあ来たか、シュート、ー先制フラメンゴ、演出だー、来たか、いやー今のはもうミスからですねこっちのね、もう展開をミスりましたよこれは、演出の爆発が来てしまった、いやーここだね、この前の展開からもう自分たちのミスからねこの展開持ってっちゃったからね、そこは課題でしたね。演出は素晴らしい、シュート1点取れる可能性十分ある、前回も取ってきたからな。トラウコから、さあベラヒーノさあ開いたよ、返せろから、さあアフメドフから、よし、うわー打たせてよかったな今、前田のスピードないからね。さあモスケラから裏来た、まずい、さあ2点目はまずい、おーシュート危ない、まあ言ってはしょうがないもうね、自分たちの展開ああいう展開で持っていったのがミスですからね。今日は絶好調な人があまりいないな、前田はちょっとどうしようかな、まだ一発出してみるか途中からね、後半の序盤回数で行ってみて途中から前田出そうか、まあまだできる、全然できる、トラウコ、よしベラヒーノ、よしさあトラウコ来た、さあクロス入ってこい、クロス、トラウコ、おお、さあここの守備、よしベラヒーノ、ナイス、トラウコ閉めろ、中閉めろ、いやーそこ来るか、ジエゴ2点目フラメンゴ、ジエゴが来た、10番ナンバー10来てしまった、いやーもうこれはしょうがないのか、いやーでも防ぎ終わったな、これはこれ真ん中入れられて、ここだよね、こっから中入ってきたが、ここらも準備してなかった、よーしもう出そう、前出します、ゼフ長だけど前出します、いやー今日ちょっと前田だけでいくか、なんか危なっかしいな、みんなトラウコ中入ってきて、アフメドフナイス、前田キープしろ、よしトラコ、いやー楽そう、危ない、やばい、シュートが来た、ナイス、まだ1点は不可能じゃない、トラコ、マリーノ、よしタナソン行け、タナソンが来た、タナソンどこ、ドリブル、さあ前田、おいファールはないのか、トラコ、いやートラコ何で出したのそれ、もったいねえなー、さあここトラウコ、よしタナソン取ってから前田、さあ右サイド、アフメドフ、よし打とう、右足シュート、おーしーな、いやー今いい展開だったけどね、前田よっかファースト前田出した方がよかったね今日ね、最初から2分ぐらいだろう、いやー裏来た、まずい、ジェルソンから危ない、
さあシュートが来たー。3点目フラメンゴリンコ。栗山の守備崩壊。波乗り監督も絶望感マックス。いやーもうダメだね。あそこで決めれなかった分が来ましたね。完全ここで一気に来ましたわ。いや惜しかったな本当に。まあそこで決められない分がここで来たね本当に。リンコンこれは決めてきちゃうよ。いやークイヤバベスト8で敗退。ブラジルカップコパドブラジルベスト8で敗退。あでよく やりましたよね本当ね。ファーストリーグよく頑張ったもん。これはセカンドリーグしょうがない。もう体力的な面も考えてもフラミンゴなんか1枚上手でしたね確実に。十分ね戦えるってことですよこのブラジル一部に。ブラジル一部に対してもね戦えるってことを証明しましたから、これをねリーグ戦に持っていこう。この調子をね全然いけるから。オッケー、まあ3対0だけどしょうがない。これは他の試合グレミオ勝ってクルゼイロ勝ってインテルナショナル勝ちましたね。インテルナショナルとできたんだけどね勝ってれば、まあ、これしゃあない。まあ来シーズンだね。来シーズンはベスト4いけるように本当体制整えていこう。全然今より全然ね戦力は多分確実に上がるはずですから、そこ目指していこう。夏ですね、夏にもう大型の補強してこういうフラメンゴとかねインテナショナルとかに勝てる戦力つけていこう。これはアフメドフが軸足当てのスキル習得と OK でトレーニング報告、中村コースケ1上がった、プロッパ1上がった、お前田タイズム1上がったと OKOK いいよ。で2月の収支だな、多分結構入ったんじゃないこれで予算。さあ勝利ボーナスにより500万アップですね。 OKOK 予算増えましたよ。1700万増えたからベスト行ってればもうちょっとねボーナス入ったと思うんだけど、まあこれはしゃあないねこれは。ブラジル2部だね。次はブラジネイロ2部で B でね勝つしかない。これは勝ってもどんどん予算上げていくしかないから。今回惜しかったね0-0と3-0ということで、まあいい試合だったよね。内容良かったからね。決めるとこ決めないとああやって壊れるんだよね一気にね。まあそこの本当にね決めるとこ決めないとこの決定率を上げていかないとダメだね。次のね次のリーグ戦からね。まあフラミンゴにいい試合できたから全然いけると思う次は。なので次回は最終予選ですね。最終予選ヨルダン戦、そして中国戦やっていきます。まあこれ本当最終予選今やばいんで順位的に。今順位確かやばいよね。そう今アジア予選最下位なんで、この今回のヨルダン中国に勝たなければワールドカップ出場がね厳しいということになりますから、まずここ勝っていこう。メンバー全然いいメンバーいますから、まずこの2連勝だね本当に。ここでねもしいけなかったらアメリカ監督の評価下がりますから、まあそうならないようにちょっと次回からねヨルダン中国にここで勝てるようにやっていきます。はい、ということで今回ここまでで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.